はいどうも、くらちゃんです。はい、じゃあ今日はですね、ドラクエ10の民度が低いということで、まあ結構あるあるですよね。なんか言われてることで、ドラクエ10の民度って低くねみたいな。まあそうやって言われてる理由を今回5選紹介していきたいと思います。そんでもってね、実際じゃあどうなのかみたいな、そういうこともですね、今回解説していきたいと思うんで、ぜひともね、最後まで見てください。早速やっていきましょう。はい、というわけでまずは一つ目の理由、ツイッターが盛んということで、まあこれは結構ね、大きな原因というか、まあ結構みんながね、民度が低いって思ってしまう原因なのかなと思います。まあこのドラクエ10っていうのは、ツイッターがですね、他のゲームと比較しても相当やってる人が多い。ドラクエ10とツイッターっていうのは、なんか常にね、セットみたいなそういう関係なんですよ。まあとにかくドラクエ10をやるんであれば、ツイッターをやるみたいな。ツイッターをやることで、まあドラクエをやってない時でも、まあいろんな人とこう関わりやすいとかね、まあ、とにかくどうやってこの文化が広まったのかは謎なんですけども、とにかくツイッターをみんなしてやってるみたいな、まあ、そういうことでですね、ツイッターってじゃあどうなのか、ツイッターっていうのは結構炎上とかあるわけじゃないですか。まあそれもそのはずでですね、いいねがしやすかったりとか、まあ本当に匿名でいろんなことができるといった感じですよね。まあリツイートもね、非常にしやすい。まあリツイートっていうのは拡散ですよね。まあそういったものがですね、Facebook とかそういうのに比べて非常にやりやすいんですよ。まあなのでそういったツイッターっていうのは炎上しやすい。まあしかもね、ツイッターっていうのは今人気のものですから、まあそういった SNS としてかなり人気なツイッターなんで、人も多い。まあそういうわけなんで、まあいいねとかリツイートがしやすい。でもって人が多いっていうことは、まあその分ね、荒れる可能性が増えるんですよ。で、まあ当然ながらツイッターっていうのは、まあドラクエ10の人結構やってるわけですから、それでまあいろんなちょっとしたことが、些細なことが炎上して、それがですね、大きく目立ってしまって、まあ全体的にね、なんか民度が低いんじゃないかみたいな、そういった感じになってるんだと思います。まあ実際にはね、そこまで民度低くないって思ってるのが、まあフラちゃんなんですけども、まあやっぱりそうっすよね。なんかそういう悪いところだけが目立ってしまって、でまあツイッターをねやってる人もその分多いということなんで、まあそれでなんか民度が低いって思われているのが結構あるんじゃないかと思います。まあそういうわけなんでね、まず一つ目の原因としてはツイッターが盛んということで、まあいいねとかその辺しやすいんで炎上もしやすいといった感じで、それが目立っている感じですね。はい、というわけで続いてですね、ニュースで取り上げられやすいということで、まあこれ結構あるあるで、なんかドラクエってさ、いろんなところでニュースになったりするじゃないですか。まあ特にドラクエ10でね、なんかいろいろこうさ、まあこの前あったやつなんかは、病院に駆け込んだ人が心臓から声が聞こえるとか言ってね、まあそれでなんかどこ行ったんだっけな、まあどっかの病院行って、それがまあニュースになったりとか、まあもう一つはね、まあとある人が亡くなって、でそれでなんかザオラル祭りが開催されたみたいなね、まあそういった感じで、でそれでまたニュースになったでしょう。でまあその他にはね、ストーカーした人がみたいな、まあそれでね、人気声優にとあるメールを送って脅迫じみたことをしたとか、まあそういう感じでですね、まあ結構ニュースに取り上げられるんですよ。まあその理由っていうのが、まあそのゲームでいろいろ問題をしているからとかじゃなくて、まあこちらマスコミとかがですね、結構取り上げやすいんですよね。まあそちらのドラゴンクエストっていうのは相当ですね、まあナンバリングとして有名なんで、まあとりあえずドラゴンクエストのゲームでこういうことがありましたっていうのが非常に書きやすいといった感じなんですよ。まあラグナロクオンラインだったりとか、モンスターハンターフロンティアみたいな、まあそういうゲームもたくさんあると思うんですよ。まあそういうところでもね、実際結構事件は起きてる。ただ表沙汰にならないのは、メディアが取り上げたとしてもみんな知らないから、取り上げづらいからなんですよね。まあそうやって一部の人しかあんまりこうね、反応がないようなやつをニュースにしたところで、まあなんつか労力の無駄というか、まあそんな感じなんで、まあところがこのドラクエっていうのはもう全国的にもう本当にゲームやってない人でも知ってるようなゲームじゃないですか。でそれのオンラインゲームで何かがあった、そしたらもうメディアはね、取り上げるしかないんで、そんな美味しい話ないでしょう。まあとは言ってもね、結構問題沙汰っていうのはまあドラクエ店内で起きてたりしたんで、まあどうなのかっていうのは微妙なんですけども、まあ実際他のゲームでももうそれ以上に結構問題は起きてるよということです。まあただただね、そのメディアとかがもう取り上げやすいからという理由で、まあ結構取り上げられてるだけということですね。まあ実際これが、まあ、事件数的には多いのか少ないのかは謎ですけども、まあそういうことが大きく関わってると思います。
はい、というわけで次ですね。次はですね、キッズが多いということで、まあこれ結構言われてるんですけども、まあ結構いろんな配信者も言ってたりしますよ。ドラクエ10は子供が多いみたいなね。まあそういった感じで、で、これに関してちょっと動画の最後の方で詳しく解説するんですけども、まあ実際そんなことはないといった感じなんですよ。まあいろいろこう集計とかあるわけですよね。国勢調査だったりとか、まあなんかいろいろ、まあ例えばあの極限攻略データベースさんが、まあなんかアンケート取ってたりとか、そういうのでいろいろ結果出てるんですよね、もう。で、それで事実、もう子供は少ないと、年齢層的にはね、まあ、ただ精神的キッズが多いかと言われれば、まあ、それはまた別の話になってくるんですけども、ただ年齢層的に見たときに、まあ、ドラクエ10ならずね、ドラクエ全般っていうのは、やっぱりあの年齢層が高いわけ、まあ、それもそのはずで、ドラクエっていうのは、もう何年ぐらいまでだろう、2、30年ぐらい前に出たんで、まあ、だから小学生の頃にドラクエ1をやってた人っていうのは、もう今ではね、30代後半ぐらいになってるわけですよ。で、そういう人たちがドラクエ愛を捨てきれずにドラクエ10をやってるとか、まあそういうのも多いわけですよね。まあなので全体的にですね、ドラクエの年齢層っていうのは高め。まあ40代とか30代が多い。まあそういう感じなんで、まあかなりですね、ドラクエ10っていうのは、まあ年齢層的なキッズは少ないということです。まあなので、まあその民度が低い理由として、キッズが多いとか結構言われてますけども、まあそれは大きな間違いということですね。で、まあこの結果について、まあいろいろ画像があるんで、その辺はですね、最後の方に紹介していきたいと思います。はい、それでは続いてですね、ネット初心者が多いということで、まあこれは結構あるあるというか、まあこれがですね、民度が低いとか関係してるとか、まあそうは思いたくないんですけども、まあただネット初心者が多いっていうのは、フラちゃんはかなり同意ですね。まあこのゲームですね、まあ他のオンラインゲームと違って、やたらとですね、ドラクエ10が初めてのオンラインゲームですみたいな、まあそういう感じの人が多いんですよ。ネカフェでね、ちょっと体験でやったらハマりましたとか、まあなんかドラクエだったらやってもいいかなみたいな、まあもしくはね、ドラクエしか続いてないような、まあそういった感じで、とにかくなんかね、今までネットをやってこなかった人も、なんかドラクエ10からネットを始めて、オンラインゲームも初めて始めるみたいな、そういう方が多いんですよ。なので、結構ドラクエ10っていうのは、チャット、まあ、そちらを見てもらえるとわかるんですけども、ネット慣れしてないなっていう人が非常に多いです。まあ別に悪いことではないんですけどもね。まあなんで、やっぱりそういったことでネット初心者が多いっていうのは、まあやっぱりそのネット初心者がオンラインゲームをやった時に、まあ人間っていうのはそう、顔が見えないと強気になるじゃないですか。まあだから初めてオンラインゲームをやって、なんかいろんなことをね、なんかいろいろこう悪いことを言われたとか、まあそういった感じでネット初心者の人が、あ、なんかドラクエ10って民度低いなみたいな、まあそういうことをちょっと言ってしまうとか、まあそういった感じでね、民度が低いっていうことが広まるみたいな。まあ逆にね、ネット初心者が多いっていうことで、ネット慣れしてない人が、なんか結構失礼なことを働いたりするんですよね。まあそういったことで、ネット初心者が多いっていうのは、民度が低くなる原因なんじゃないかとも結構言われていまして、まあどうなんでしょうね、この辺。まあ正直ネット初心者がかなり多いとは思うんですけども、まあただそれがですね、直接的に民度が低いにつながるっていうのはちょっとまあなんか違うのかなっていう感じですね。まあやっぱり顔が見えないとね、人間強気になるんで、まあ実際どうなのかは知らないですけど、まあその原因として挙げられるのがこちらのネット初心者が多いということです。で、次のですね、民度が低いと言われる理由、チャットがやりやすい。これだと思うんですよ。まあ、これは大きな原因というか、まあ、そうですね。やっぱりそれで、チャットがやりやすいじゃないですか。ドラクエ10って。他のゲームとかだと、なんかチャットをしようと思ってしないとさ、なんかうまくこう伝わらなかったりみたいな、そういう感じだと思うんですけども、こちらのドラクエ10っていうのは、チャットが非常にやりやすい。スタンプ機能だったりとか、まあ、もしくは定型文でいろいろこうできるし、で、あとはね、普通にマーリンチャットをやると、吹き出しみたいな感じでチャットが見えるじゃないですか。まあ、例えばちょっとやってみますと、まあ、こんな感じですね。もうちょっと頭の上に吹き出し出るみたいな。まあ、こんな感じでですね、非常に周りの人からしたら見やすい。でもって、そのチャットログっていうのは全部一度に見れると。まあ、しかもね、この感じが緩いんで、まあ、なんだろうね、その他のオンラインゲーム、例えばモンスターハンターフロンティアとか、まあ、別のゲーム出してあれだと思うんですけど、まあ、そういう、あとはラグナロクオンラインとか、そういうやつっていうのはチャットのログを見てもね、結構なんかガチガチな感じになってて、意外と分かりにくかったりするんですよ。まあ、なので、こういったですね、ドラクエ10のチャットっていうのは非常に見やすいし、やりやすい。かなり手軽にチャットできるんですよね。なので、まあ、そういったことでコミュニケーションが取りやすいっていうことは、まあ、やっぱりね、人間の闇が大きく見えてくる原因だと思うんで、
はい。やっぱりコミュニケーションを取ることで人間の闇がね、大きくこう、なんだろう、浮き彫りになっていくというか、まあそんな感じになって、で、それでですね、まあコミュニケーションをたくさん取って、で、まあなんか全体的に、ね、民度が低いんじゃないかって思ってる人が多いんじゃないかと思います。まあそういうわけなんで、こちらチャットがやりやすいっていうのはコミュニケーションが取りやすい。コミュニケーションが取りやすいっていうのは人間の闇がね、浮き彫りになりやすいということなんで、まあこれは結構なね、まあ原因なんじゃないかなと思います。はい。というわけで続いてはですね、まあ、こちらなんですけども、まあ、この画像を見てください。この画像っていうのは、年齢層を出したものです。はい。というわけでね、まあ、こちらなんですけども、2年、3年ぐらい前かな、2019って書いてあるんで、2019年にやったアンケートみたいな、そういう感じのデータなんですけども、まあ、これっていうのは、要するに年齢層なんですが、まあ、見てくださいよ、これ。まあ、一番ね、濃い青色、左側ちょっと見てもらえればわかるんですけど、40代男性が54% を占めてるんですよね。まあ、これ40代以上なんで、実際ね、60歳もいるかもしんないし、まあ、それもね、フラちゃんの、なんだ、そういう YouTube のデータとかも見てみると、これと全く同じなんですよ。ほぼ全く同じ。もう本当に40代も多いし、30代も多い。で、20代とか10代っていうのが結構少ないんですよね。で、女性の割合っていうのも本当にこれぐらいでした。なので、このデータっていうのは相当合ってるということです。まあ、なので、そうですね。やっぱり、先ほど言った原因の一つに、キッズが多いってね、まあ、言う人多いということで、ちょっとまあ、そんな感じだったんですけど、実際見てみると、子供すげえ少ないよっていうことです。まあ、そうですね。まあ、キッズが多いか、そうですね。他のエーペックスみたいなさ、そういうゲームの、その20代とか10代の割合が、じゃあどれぐらいかっていうと、70% ぐらいあるんですよ。ところが、このドラクエ10っていうのは、もう逆にね、10代とか20代がこんなに少ないわけですよ。まあ、なので、まあ、年齢層的なキッズが少ないということですね。まあ、途中に言ったんですけども、やっぱりなんだろうね、精神的なキッズが多いかと言われれば、まあ、またそれはちょっと別な話になってくるんで、まあ、わかんないですけど、とにかく年齢層的に見たら、まあ、こんな感じなんでね。で、ちなみにこちらなんですけども、まあ、2枚目の画像なんですけども、これは極限攻略データベースさんの、まあ、こちらですね、アンケートということで、まあ、これに関してですね、まあ、見てくださいよ。まあ、30代の方が非常に多くはなっているんですけども、まあ、これっていうのは結局ですね、何年前これ、さっきのやつよりも結構前ですよね。4年ぐらい前にやったやつなんで、まあ、だから30代後半の人が、まあ、繰り上がって40代になるかもしれないし、まあ、もしくはブログを見ている人っていうのがやっぱり30代とかが多いっていう、そういう感じはしますね。まあ、なんか40代以降になってくると、なんかブログっていうのがね、あんまりこう見ないというか、そもそもネットであまり調べる機会が40代以上になってくると、なんかやり方わかんない人みたいな、そういう人も多いと思うんで、まあ、だからこのアンケートっていうのはやっぱり30代とかに偏ってしまうんですけども、まあ、それでもですね、年齢層的にやっぱりね、30代以上が多いということになっているんで、まあやっぱりですね、ドラクエ10っていうのは、まあ、実際の年齢っていうのはかなり高めに設定されているという感じですね。ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、最終的にね、民度が低いとよくドラクエ10は言われるんですけども、まあ、そんなことはないといった感じでですね。まあ、結構先ほどから、まあ、ツイッターが盛んだったりとか、ニュースで取り上げられるとか、まあ、キッズが多いのが、まあ、そのね、民度が低いって言われる原因みたいな感じで言ってましたけども、まあ、どれもですね、やっぱり気のせいと言わざるを得ないと思うんですよね。まあ、実際にいろいろ問題が起きているのも、それはですね、メディアが取り上げやすかったりとか、まあ、もしくはチャットがしやすいから、そういうのが浮き彫りになってるとか、まあ、ツイッターでね、ただただこう拡散されて、それが悪目立ちしてるみたいな、そういう感じなだけだと思うんですよ。なので実際にはですね、ドラクエ10の民度っていうのは、てかぶっちゃけいいと思うんですよね。悪いところだけ目立っている気がします。まあ、そういうわけなんでね、皆さんの意見とかもぜひともコメント欄で教えてくれると嬉しいです。はい、そういうわけなんでね、今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。